1歳未満の。1歳未満で。はい。まあ大体生後半年ぐらいにしますわね。はい。通常はそれぐらいですよね。じゃあまあ2018年の半年で11月ぐらいかな。でじゃあその去勢が終わった翌年ぐらいからもうそういう口がただれてるってことですか、ね、うん、この子は口からなりますね、必ず、うん、あで何あの症状は口だけじゃないの、他にもあるんですか、足とかにもなっちゃうし、うん、で注射を打ってもらうって何の注射を打ってもらったんですか、ステロイド、あステロイドね、どれぐらいのペースで打ってもらったんですか、短いと3ヶ月とか時に連れて行ってましたね、なんかすぐなっちゃって、うん、あ、じゃあ短いと3ヶ月、長いとじゃあもっとそれ以上とかだね、うん、4ヶ月とかで、じゃあ一番最後に売ってもらったのはいつですよ、最後は今年売ってますよ、今年今6月ですか、うん、初めの方に連れて行ったかな、今年初めぐらいに売ってるわけね、21年の1月にしておきましょうか、あの飲み薬とかはもらったことないですか、ありますよ、あります、注射してプラス飲み薬、その飲み薬はああいうなんていうのシクロスポリンとかそういうのは飲んでた、免疫抑制剤、なんか粉のまあ、これはちょっとあれでシクロスポリンで有名なのアトピカっていう、これはちょっとジェネリックで最近出てきたやつなんで、これは飲んだことない、これは液体です、なんか聞いたことない、聞いたことないですか、はい、じゃあその子から見ます、タブを戻してください、あ、その口の子から、はい、で食べてるのはカリカリを食べてるわけですね、はあ、で食欲はあるわけですか、ちゃんと一応いますよ。